ハッドは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、アメリカ合衆国を呼び、カナダ沿岸に生息する、カラフトマスの通称にちなむ。なお、退役から18年後に、パーミット級原子力潜水艦6番艦として2代目、ハッドが収益している。カラフトマス・ハッドは、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港する。 1942年6月21日に、チャールズ・エフ・ラッセル夫人によって浸水し、艦長ウォーレス・エルレント少佐の指揮下10月9日に収益する。ハッドは、ニューイングランド水域での成長後、1943年4月9日に、ニューロンドンを出港。最初の紹介を兼ねて、スコットランドのロスネースへの太陽航路を、警戒巡航する。 4月30日、ハッドは21日間の紹介を終えて、ロスネースに帰島第50潜水艦部隊に合流し、ノルウェーに潜むドイツ艦隊の出動に備えた。5月18日、ハッドは2回目の紹介で、アイルランド製方会場に向かった。しかし、この紹介では敵を見なかった。6月23日、 ハッドは37日間の行動を終えて、ロスネースに帰島。艦長が、ジョン・コーブス少佐に変わった。7月10日、ハッドは3回目の紹介で、大西洋に向かった。この時点で、この方面は、獲物が少ないことがはっきりしており、ハッドや領館はそのまま、アメリカ本国に帰ることとなった。7月29日。 ハッドは19日間の行動を終えてニューロンドンに帰島帰島後、ハッドは8月17日から18日にかけてニューポートにおいてマーク18型電池魚雷の試験に従事した。その後、ハッドは太平洋艦隊に配属されることとなり8月21日にニューロンドンを出港。パナマ運河を経由して9月13日にカリフォルニア州。 メアアイランド海軍造船所に到着し、オーバーホールに入った。このオーバーホールで、旧式でトラブルが多く信頼性に欠けていた、HOR エンジンを本来搭載される、GM 社製 278A16 気筒エンジンに、換装した。オーバーホールが終わると、新珠湾に開港され、11月25日に、到着した。12月14日、 ハッドは4回目の紹介で、タリビー、ハダック・ハリバッドと共に、フィリピン方面に向かった。ルソン島襲いを行動して、敵とのいくつかの接触を得たものの、戦果を上げることはなかった。1944年2月4日、ハッドは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長が、太平洋艦隊司令長官チェスターにミつの、 長男であるチェスター・ W ニュミッツ・ジュニア・少佐に変わった。2月29日、ハッドは5回目の紹介で、南シナ海に向かった。ジャワ海、マカッサル海峡を経て、紹介海,海域に入るコースを進んだハッドは、3月8日に、南位07度59分統計115度03分、南位7.983度統計115.050度。 マイナス7.98315.050の論牧海峡で敵艦船を発見して魚雷を3本発射したが魚雷が早期爆発を起こしたため失敗した3月14日夜ハッドは波00度33分統計119度08分難易0.550度統計119.133度 マイナス0.550119.133のマカッサル海峡北方でタンカーとその後衛艦を発見するがその後衛艦は旧スチュワートに告示していたハッドはタンカーに対して魚雷を3本旧スチュワートに対して魚雷を3本の計6本を発射し一つの不確実な命中を記録したハッドはミンドロ海峡を経由して 南シナ海に入り、インドシナ半島沖に進む。3月23日夜、ハッドは、北緯14度34分統計109度25分、北緯14.567度統計109.417度、14.567109.417 14. の、昨日北方25キロの地点で、海軍徴用船 第三樹宝丸を発見し、魚雷を2本発射したが命中した様子がなかったので、浮上して4インチ砲で砲撃し、第三樹宝丸は海岸に座礁した。3月29日未明、ハットは、北緯17度39分統計109度54分、北緯17.650度統計109.900度、17.650109.900 17. の海。 南東近海で、レーダーにより、多さ13戦団を発見。魚雷を4本発射し、輸送船飛安丸に命中させて、損傷を与えた。4月1日未明にもハッドは、北緯16度36分統計109度06分、北緯16.600度統計109.100度、16.600、109.100の地点で、 沿岸輸送船と護衛艦を発見し、魚雷を2本発射して1本を命中させたと判断した。4月4日夜にもレーダーで13ノットで航行中と思われる大きな目標を探知し、翌4月5日未明に、北緯12度16分統計111度20分、北緯12.267度統計111.333度。 1 2 2 6 7 1 1 3 3 3の地点で、浮上攻撃により、タンカー A 広島ルと護衛艦に対し魚雷を計7本、発射したが、命中しなかった。4月22日、ハットは54日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。5月18日、ハットは6回目の紹介で、東インド諸島、セレベス海方面に向かった。 5月30日に、諸イ島沖で航空機の制圧を受けて、先行被退した後、浮上して観測すると6隻の輸送船団を発見。攻撃を試みたが、どうしても射程圏に接近することができなかった。6月11日、ハッドは、北伊07度13分統計123度13分、北伊7.217度統計123.217度、 7.217123.217の地点で2隻の250トン級、トロール線系輸送船を発見し、浮上砲船で撃沈した。6月14日までは、タィタウィに在泊している第一機動艦隊の監視を行った。その後航空機に発見され、以後の10日間は、発見されては先行して、飛体の繰り返しだった。7月16日、 ハッドは59日間の行動を終えて、フリーマントルに祈祷した。8月8日、ハッドは7回目の紹介で、ヘイク・ハーダー・レイとウルフパックを構成し、南シナ海を呼び、ルソン島近海に向かった。8月18日昼過ぎ、レイが、パラワン島沖で、未柔に船団を発見し、陸軍タンカー南星丸を撃沈した。レイも以後、 未中に船団と接触を続けたが未中に船団は8月20日にミンドロー島、パルワンワンに入りパクした。同じ日の夜にもハーダーからミンドロー島、らびて、三崎沖で会合をするという連絡が入った。翌8月21日未明、ハッドはハーダーと会合をし、レイとギターロも呼び寄せてあることを教えられる。未中に船団は朝に高校を再開してマニラに向かった。 ウルフパックは、未柔に船団が、湾外に出てくるところを見計らって、船団を攻め立てた。ハットは7時30分頃に、北緯13度23分統計120度19分、北緯13.383度統計120.317度、13.383120.317の、地点で3隻の輸送船に対し魚雷を6本発射し、輸送船乗る。 ホークガンの左舷機関室に一本が命中して、輸送船、金辰丸にも魚雷が命中。乗る、ホークガンは、急速に沈み、8時過ぎには、金辰丸も沈没した。またニトルコリラ型戦時標準タンカーの大の、久し丸にも、魚雷一本が向かったものの、魚雷は、大の久し丸の中央部船底下を通過して、ルソン島の岩に命中して爆発した。 護衛艦は100発以上もの爆雷を投下したものの、ウルフパックには何ら損害はなかった。攻撃が終わると、ハッドも、ハーダーと共に、マニラ湾に向かった。解剖艦佐渡翌8月22日4時頃ハッドとハーダーは、 北緯14度25分統計120度00分、北緯14.417度統計120.000度、14.417120.000のバターン半島マリベレスの西方50キロ地点で、レーダーにより3個の目標を探知した。この三個の目標は、七十一戦断を護衛して八月十八日から十一日にかけて、 対戦相当を行い、その後マニラに向かっていた、解剖艦佐渡、松は、ヒブリであった。解剖艦は、ルソン島よりから松は、ヒブリが並行し、佐渡はその後ろを航行し三角形の陣形を成していた。二隻は機会を伺いつつ追尾したが、ハットからはやや攻撃しにくい体制だったらしく、二三つ少佐は攻撃すべきかどうか判断しかねていた。 ハードーの艦長であるサミュエル DD 霊少佐から行けそうだ。目標は小さくないとハッドの2 3つ少佐に葉っぱをかけ、共に雷撃を行った。ハッドとハードーが一斉に雷撃を行った結果、魚雷は槍ぶすまのように解剖艦に向かっていき、いずれも命中する結果となった。ハッドは魚雷を3本発射し、うち1本は佐渡の中央部に命中し、 航校不能に陥らせた。間髪入れず二度目の攻撃で魚雷を三本発射したが、これは命中しなかった。三度目の雷撃でも、魚雷を三本発射し、佐渡に、再び魚雷を命中させて、ついに、佐渡を撃沈した。また、後部だけ浮いていた日ぶりには命中せず、日ぶりは、ハーダーが仕留めた。ハッドは、夜に入って、 別の駆逐艦を発見し魚雷を4本発射したが、命中しなかった。駆逐艦長風測量艦価値力8月23日朝、ハットとハーダーは、北緯16度06分統計119度44分、北緯16.100度統計119.733度、16.100119.733の、ルソン島、ボリナオ沖で、 タンカー二大丸特逐艦朝風を発見。ハッドも二大丸を攻撃するつもりで魚雷を5本発射したが、魚雷は朝風に1本が命中した。大破し、行動不能となった朝風は付近を通りかかった。規範戦の栄光でダソル湾に座礁したが、夜になって沈没した。この攻撃で、ハッドは魚雷を使い果たしたが、 今回の紹介がまだ10日余りしか経っていなかったので、一旦、ミオスウンディ島に戻って、魚雷を補給してから紹介を再開することにして、兵クと入れ替わるように、ハーダーと別れた。ハーダーは、翌日、打ち取られた。8月30日、ハッドは、ミオスウンディ島に到着し、補給を行った。補給を終えたハッドは9月3日に出港。 9月7日に輸送船団を発見して、攻撃に移ろうとしたが、護衛艦に発見され、先行飛体を余儀なくされ、その間に、目標の輸送船団は去ってしまった。翌9月8日には、北緯11度48分統計121度10分、北緯11.800度統計121.167度、11.800121.167の、 地点で日の丸を掲げたサンパンを発見し、不情報戦で打ち沈めた。その後スービックワン方面に移動し、フィリピンを空襲する第38任務部隊の支援に従事した。9月20日、ハッドは、北緯13度27分統計120度15分、北緯13.450度統計120.250度、13.450120.250 13. のミンドロ島。 空びてテ、三崎沖で、輸送船団を発見し、魚雷を4本発射して、神風型駆逐艦に一つの命中があったことを、報告。9月21日には、病院船高砂丸を発見したが、当然ながら無視。ハッドのニミッツ艦長は、高砂丸のことを、美しい病院船と、戦時日誌に記した。その夜、ハッドは小雨が降る中で、ブルネイに向かっていた。 測量艦価値力を発見した。ハッドは価値力に向けて魚雷6本を発射、うち1本が価値力の源全部に命中し、あっという間に全部につんのめるようにして沈んでいき、価値力は北緯13度03分時計119度20分、北緯13.050度時計119.333度、13.050119.333の、 地点で沈没し10月3日、ハットは52日間の行動を終えてフリーマントルに帰島ハットのニミッツ艦長は一連の紹介で海軍主君部隊賞を受賞して転勤した。これにより、ハットの艦長はフランクシー・リンチ・ジュニア少佐に変わった。10月28日、 ハッドは8回目の紹介で、ルソン島西岸方面に向かった。11月9日午後、ハッドは、北緯12度24分統計120度45分、北緯12.400度統計120.750度、12.400120.750のミンドロ海峡で、B 例に船団を発見して、魚雷を3本発射し、魚雷は特設運送船。 タイにひしまるに命中して撃沈した。11月25日には、北緯14度01分統計119度20分、北緯14.017度統計119.333度、14.017119.333の、マニラ湾構成南西海上で、解剖艦占い守ると、第13号解剖艦を発見。魚雷を6本発射し、 占い神の看守に魚雷を一本命中させて撃破した。12月6日夜にも、北緯14度43分統計119度39分、北緯14.717度統計119.650度、14.717119.650の地点で、シマリンジ船団を発見し、浮上攻撃で魚雷を、計10本発射して3つの爆発を確認し、 特設運送船、第三協栄丸と交戦した。敵艦船攻撃の合間には、前回に引き続いて搭乗員救助の任務に当たった。後ハッドは、本国への帰還を命じられた。12月27日、ハッドは60日間の行動を終えて、真珠湾に帰島3日後に出港し、1945年1月5日に、 メアアイランド海軍造船所に到着して、オーバーホールに入った。オーバーホールを終えたハッドは5月16日に、新珠湾を出港し、サイパン島をタナパグ港に進出した。5月31日、ハッドは9回目の紹介で、東シナ海、航海方面に向かった。ハッドは、ティランテシーオール、パファーのウルフパックに合流した。前半は、長崎近海で紹介し、 6月13日朝には、北緯32度30分統計128度56分、北緯32.500度統計128.933度、12 32.500128.933の地点で、解剖艦に対して、魚雷を3本発射して少なくとも1本を命中させ、目標の撃沈を報じる。後半は、朝鮮半島近海に狩場を変えた。 7月1日昼頃、ハッドは、北緯38度08分統計124度35分、北緯38.133度統計124.583度、12 38.13324.583の朝鮮半島西岸朝鮮串付近で、霧の中で、大連から徳山に向かっていた、タフ船団の接近を、レーダーで探知。まず魚雷を、計8本発射し、 7つの爆発を報じる。この攻撃で3隻の輸送船、羊猿リマル、第1大運丸及び、新密、正号を一気に撃沈した。続いて、マーク28型誘導魚雷を発射して、第72号解剖艦の艦尾に魚雷を命中させて撃沈。ハッドは浮上してその場を立ち去ろうとしたが、他の護衛艦の射撃を受けて勝破したので、ハッドは、 先行を期待して、難を逃れた。翌7月2日、夕国、ハッドは、北緯38度02分、統計124度41分、北緯38.033度、統計124.683度、38.033、124.683の地点で2隻のジャンクを、不上報線で撃沈し、大連沖に向かった。7月3日にも、 北緯38度27分、統計121度00、分、北緯38.450度、統計121.000度、38.450、121.000の地点で、ディーゼルトロール船あるいは小型タンカーを発見し、まず40ミリ機関砲で射撃を行った後、浮上したまま魚雷を3本発射したものの命中せず、小回転をうまくかわした。 7月16日、ハッドは46日間の行動を終えて、グワムアプラ港に帰島した。8月10日、ハッドは10回目の紹介で、日本近海に向かったが、間もなく、日本が降伏したため紹介は終了した。終戦を迎えると、ハッドはこの近辺にいた領館と共に、東京湾に向かい、9月2日に、戦艦水ズー艦場で行われた。 幸福文書調印式に参列した。参列5キロにつき、新珠湾を経由して9月28日にパナマ運河を通過し、10月6日にニューロンドンに到着した。ハットは1946年2月16日に退役し保管された。そのまま現役に戻ることがないまま1958年8月1日に除籍され、 1959年4月30日にスクラップとしてペンシルベニア州フィラデルフィアのルリアブラザーズ社に売却された。7回目の紹介における海軍主君部大賞に加えてハッドは第二次世界大戦の選考で6個の従軍聖賞を受賞した。ハッドの第5、第7、第8、第9回目の紹介は成功として記録された。ちなみに 本物は3月14日、パラオに停泊中である。ありがとうございます。